鳥取県住みます芸人ほのまる。2013年から鳥取県で活動をし、テレビやラジオなどの仕事をしながら、プライベートでは年間4ヘクタールの畑でブロッコリーを栽培している飯能飯芸のコンビです。2人は今後の活動として地域課題に取り組んでいきたいと考え、この地域がどんな問題を抱えているのかを知ろうと米子市役所を訪れました。市長としましては、まあ、いろんな問題があると思うんですけども、特に挙げるとしたらこういう問題があるよっていうのをちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。そうですね、あの米子市の課題いくつかあるんですけれども、まあ、その中の一つに農地がですね、使われなくて放置されてしまう、いわゆる耕作放棄地、この対策があります。米子市では後継者不足、農業にあまり適していない畑などさまざまな理由から約89ヘクタールが使われずに放置された耕作放棄地になってしまっているのだそうです。これ一つの例なんですけれども、はい、これ大山周りの、まあ、米子市泉という場所なんですが、あの小麦を作付けをして、耕作放棄地の対策の一つとして小麦の栽培を行っているそうです。こういう風景がこういうふうに変わるとですね、あのやっぱり見栄えも素晴らしいですし、何よりもここからね、いろんな作物が、まあ、こう収穫できて、そして私たちの食生活も豊かになる、そういうサイクルに変わるんですね。ですからこれ地道にですね、こういった耕作放棄地対策というものを、まあ、今進めているというところなんですね。ちょっとなんか一つ問題に関われることがちょっと、うん、今から練っていけば想像できるかも、ね、はい、また何か作れるかもしれませんね。なので何か僕らの中でもこういうことできるなっていうのがあったりしたら、またちょっと相談させてもらえてもいいですかね。作るとこもあるんですけども、やっぱりこの PR していくところとかですね、あのまた実際食べていただいてご感想いただくとかですね、まあ、そういうようなところであの知っていただくっていうのは非常に大事ですだと思っております。いろんなところでお力いただけると嬉しいですね。はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。耕作放棄地を利用し小麦栽培を行っているという大山小麦プロジェクトさんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ちょっと大山小麦についていろいろ伺いたいなと思ってやってきましたので、はい、ちょっとお話伺いたいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの大山小麦というのが、まあ、米子市では今作られているというのを市長に伺ってやってきたんですけども、はい、大山小麦っていうのはどういった特徴のある小麦なんですか？はい、大山小麦は2010年から地元のパン屋さんが鳥取県産でパンを作りたいという思いから始まったプロジェクトで、作っているのは基本的にはパン用の強力粉の品種を作っています。同じ小麦って言っても、はい、その中力粉がいいやつ、薄力粉に向いてるやつっていう、はい、いろいろ小麦ってあるんですか？はい、その中で大山小麦はもう強力粉用の、はい、基本的には強力粉で、まあ、中力粉も作ってるんですけど、まあ、基本的には強力粉をメインで作ってます。その大山小麦っていうのはいつから始められたんですか？2010年にスタートして今今年で12年目になります。2010年から。はい、それはどういった理由でそのこの地で小麦始めようってなったんですか？まあ、2010年の段階で、まあ、30年くらい鳥取県で小麦作ってなかったんですけど、県内産の小麦でパン作りたいという思いからやろうということになって、1年目は 2.7 トンからスタートして、今12年目を迎えています。以前はお米の裏作として作られていた小麦ですが、米の生産時期の変化や外国産小麦との価格競争などの理由から衰退していたのだそうです。30年間作ってないってことは、その鳥取県の気候風土に合ってる品種が何かっていうのも分からないし、その生産ご読みも分からない中だったんですけど、まあ、取り組んでいこうっていうことで、酪農家である岸田牧場さんというところが手を挙げてくれてスタートをしました。あの大山牛乳で有名な、はい、そうですね、はい、もともと牧場さん、パンって言われてませんでした？パン用の品種なんですけど、まあ、その酪農家さんの畑で作り始めたんですね。なるほど。うちの畑使っていいよみたいなことを言ってくださったんですか？作ると。
で失敗したらまあ牛に食べさせればいいみたいな形でですね、取り組みがスタートしました。じゃあ、今でこそもう面積も広がって、はい、まあ市としても耕作放棄地対策になるということで、はい、今まあ協力し合いながら市ともねやられてるということなんですけども、はい、最初はじゃあそういう地域課題を解決しようとかいうそういう取り組みだったわけではないわけですか。そうですね、もともとはそういう形ではなかったんですけど、まあ、でもいろいろとこうやる中でこう小麦を作ることで、麦を作ることで、まあ、耕作放棄地の解消とかっていうことができないんじゃないかということで、今だいたい30ヘクタールくらいは耕作放棄地使ってやってますので、まあ、その辺もある程度評価もありますし、米子市内だと今5ヘクタール耕作放棄地使って、麦作ってますね。今では年間約120トンの小麦の生産量を誇っているそうです。まあ、今の僕らの生産量の半分くらいが耕作放棄地から生産されているという形になっています。実際味とか、まあ、小麦って言っても外国産、はい、国内でもいろんな地域で作られていると思うんですけど、はい、味の特徴とかもあるんですか。味の特徴も基本的にはその品種によるところが多いんですけど、あとは製粉をすることで少しちょっとバリエーションを変えるっていうのがあって、で僕らの、今学校給食でも使っていただいている原料っていうのが2つありまして、この白いパン用強力粉と、あとこの野口龍馬という生産者の名前の入っている品種なんですけど、これは 単一品種 の石臼挽きの全粒粉です。でこっちはミックス粉になってまして、南の香り、鳥取県産の南の香りと鳥取県産の銀河の力という品種を2つ分けてですね、製パン性のいい小麦粉になっています。実際その給食で使われている以外だとどういった、今はまあ地元のパン屋さんも含めてですけど、今皆さんにですね、いろんな、まあ、小麦粉を使った商品として、まあ、こういった乾麺、米子市内のですね、建林製麺所さんの人たちで作っていただいてるんですけど、今この3品種、もうパスタやうどんや、まあ、冷麺中華麺ですね。そういった、だから最初はパンのために始めたけど、はい、いろいろまあ規模も大きくなって、はい、で給食にも使われるようになったりして、はい、でその上でさらにうどん、パスタとかこういったものにも使われるようになってきてる、はい、じゃあ本当に小麦としていろんな活用法が出てきてるってことですね。今いろんな活用していただいてて、まあ、米子市内でも、大山小麦を使った生パスタのパスタ屋さんができたりとか、まあ、いろいろ本当に使っていただくようになってきてます。なるほど。で、なんかここに商場みたいなのもあるんです。こういうとこは何なんですか。これはですね、昨年、中四国農政局の方からディスカバー村の宝というのに認定をしていただいて、まあ、僕らの取り組みをですね、まあ、ある程度こう評価をいただいて、表彰を去年いただいたと。いうことすごい、ありがたいこと。この地域の宝となるようなプロジェクトっていうことですね、今なるんじゃないかとまあ、なれるようにまあ頑張っていきたいなと思っています。いやすごいな。今後は、まあ、こういうのももらって、はい、まあ、地域の宝になっていくっていうのが一つあると思うんですけど、はい、今後大山小麦としてはもっともっとこうしていきたいところあるんですか。やはり今耕作放棄地の、まあ、解消とかっていうのは、まあ後から来ているところもあるんですけども、やっぱり今こう農業のあり方も含めて、まあ、新しいこう受け皿になるっていうのもありますし、僕らの取り組み自体がまあ地域にとってまあなくてはならないプロジェクトになりたいなと思ってますんで、まあ、いろんな形で形を変えていきながら、まあ、皆さんの、まあ、地域の皆さんのこう課題解決ができるような取り組みになっていきたいなと思ってます。じゃあもっと規模を広げて、まあ量も作って、耕作放棄地をなくして、はい、さらに食べる面でも地域の人に喜んでもらってってことですね。はい、まあ地粉ということで、地元の方にですね、もっと愛していただけるような小麦粉になっていきたいなと思っています。なるほど。ちょうど今小麦の方の収穫時期になるんですけども、畑の方行かれますか。あ、行きたいです、行きたいです。いいですか。はい、ぜひお願いします。お願いします。もしかしてこれですか。こちらになります。すごい。いやーすごっ、広っ。これ全部そうですね、小麦になります。あーすごい、すごい面積ですね。そうですね、ここは今米子市内の北原という地域なんですけども、ここは大体5ヘクタール今耕作放棄地を小麦畑に変えました。もともとはこれもう草ぼうぼうの荒れ地だったんですね。はい、はー、すごいですね、広大ですね、5ヘクタールもあると。はい、
かあのもう小麦がだいぶ黄色い感じになってるんですけど、これ収穫とかももう近いんですか？収穫は大体まああの5月下旬から6月の中旬の梅雨の前の時期に収穫をします。あ、じゃあもうこの撮影してる時からするともう来週再来週ぐらいには収穫が始まると、はい、始まるような感じになります。なるほどな。え、1年間でいうと小麦ってどういう流れなんですか？小麦が大体今鳥取の僕らの地域だと11月の初旬から中旬にかけて種をまいて、収穫が5月の下旬から6月の中旬くらいが収穫時期になります。じゃあ真夏以外は何かしら植えて作業をしながらここまで持ってくると。はい、でもこれだけの面積が、まあ、耕作放棄地でね荒れ地になってたところがこうやって解消してるわけですもんね、うん、はい、これもっともっと作る面積広げていったら、そうですね、まあ、作っていきたいっていうのもあるんですけど、まあ、使っていただく量とのバランスっていうのが非常に重要だと思ってますので、まあ、そこの部分が調整できればですね、しっかり作ってしっかり販路も確保してっていう形でなっていければいいかなと思います。これ今年の出来としてはどうなんですか？そうですね、まあ、今年の出来は非常に豊作じゃないかなと思ってます。まあ、でも収穫するまで分からない部分がありますんで、あれですけど、まあ、今年は大体250トンぐらいの想定をしてます。これどこが小麦として使われる場所になるんですか？ここの穂の中に入っている実がここに入ってますので、はい、まあ、これがここが小麦部分ってことですか？小麦粉になっていく部分ですよね。ここをすりつぶして粉になるってことですか？そうですね、これがこういう風な形でこう入ってますので、ここがこの中に。へえ。まだこれまだ水分量が多いんですけど、あ、本当中から出てきます ね、 こういった形でまだまだ水分量が高いんですけど、こういうような感じ、水分が抜けてきて、はい、これが茶褐色の色に変わっていきます。水分が抜けて変わっていった時が収穫時期、はいはい、ですね。はー、これなんだ小麦。なんか小麦ってあのね粉になってる状態ですか、あんまり馴染みないから。そうですね、こうやって見るとなんかすごいね、うん、農業なんだね。米子市が抱える課題の一つ、耕作放棄地問題。その一つの解決方法、大山小麦について学んだほの丸は、この地域課題に取り組んでいくことができるのでしょうか。